ヘルボーイは2004年のアメリカ合衆国のスーパーヒーロー映画。監督、脚本はギレル・モデル・トロ、出演はロン・パールマンとセルマ・ブレアなど。マイク・ミニョーラ作のアメコミ、ヘルボーイの映像化作品。ブレードにでも美術監修を務めたマイク・ミニョーラ自らがモンスターから背景に至るまで多数のデザインを担当した。同じタイトルで、 2019年に映画、ヘルボーイが公開された。1944年、第二次世界大戦における配色が濃厚であった、旧ドイツ軍は、形成逆転のため、ラグナロック計画を実行に移そうとしていた。しかしブルーム教授を含むアメリカ軍がこれを阻止、計画の中心人物であったラスプーチンは魔界への入り口に吸い込まれていった。だが、 長時間にわたって魔界への入り口を開けていた結果、地上に悪魔の赤ん坊が迷い込む。ブルームは全身が真っ赤なこの赤ん坊をヘルボーイと名付け、育てることを決意する。時は流れ60年後、ヘルボーイは超上限象調査防衛局のエージェントとして超自然的な存在と戦い続けていた。ある日、博物館に強力な悪魔様エルが出現。 ヘルボーイは苦戦を強いられるもこれを撃退した。その直後、ブルームは反魚人であるエーブ・サピエンが持つサイコメトリー能力によりラス・プーチンが復活したことを知る。ヘルボーイは事件を調べるうち自身の出生の秘密と巨大な右腕の意味を知る。ギレル・モデル・トロはハワード・フィリップス・ラブクラフトのファンと公表しており、今作品にはラブクラフトへのオマージュなど コズミックホラー的な要素が至るところに取り入れられている。原作のヘルボーイは猫好きではないが、ラブクラフトが猫好きであったため、ヘルボーイを猫好きにしている。またラブクラフトは魚介類を見るのも嫌いであり、それは彼が作り出した神話体系である。 クトゥルフ神話の邪神のモデルとなっているが、今作の邪神オグドルやハドの設定や、デザインなどもクトゥルフ神話が由来となっていると思われる。原作でも、宇宙の観測者の存在や竜人、オグドルやハドとその剣族などのデザインに、軟体動物や、あやかしうじの要素があり、コズミックホラー的な一面ももともとある作品であり、ラブクラフト作品の表紙を担当したり、 彼に捧げるイラストなども描かれた。もともとサマエルもヘビの悪魔だが、この作品では、魚介類のような生態になっている。序盤のラスプーチンが召喚するところも魔導書を使用するなど、クトゥルフ神話を元にしている可能がある。ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、ウィットとユーモア、そしてギレルモデルトロのファンタスティックなビジュアルで、 楽しませてくれる、ヘルボーイはこのジャンルの派生作品を超越している。であり、203件の評論のうち高評価は81%に、当たる165件で、平均点は10点満点中6.76点となっている。メタクレティックによれば、37件の評論のうち、高評価は30件、賛否混在は7件、低評価はなく、 平均点は100点満点中72点となっている。ありがとうございます。